で耳が大きくなると、体温を放出するということで、小さくなってます。アフリカのゾウさんなんかを 見ていただきますと耳が大きくなっていると思いますけども、それは体温を逃がすように、作られているから耳が大きくなっています。そしてね、おしっぽ、ちょっとプールに入っちゃいましたけども、おしっぽの方も見ていただくとね、このホッキョクマさんのおしっぽってね、大変小さくなってます。母さん、母さん、上見て。今ね、プールから上がりましたけど、ちょこんとお尻の方についているおしっぽ見えますでしょうかね。これも、尻尾が長くなることで、どうしても体温が逃げてしまうということで、短くなっています。ね、そして今外に上がってもらいましたけども、もう一つの特徴として、このホッキョクマっていうのは海の中を泳ぐことができますので。